台風13号に関する最新の情報をお伝えします。衛星画像で現在の様子から見ていきます。台風13号、日本のはるか南、マリアナ諸島の近海にありまして、だんだんと雲の渦が明瞭になってきて発達をしているということがわかります。実際に12時の時点で台風の中心付近の最大風速25メートルまで強まってきております。これよりさらに強まりますと暴風域を伴うということになります。そしてこの後は発達傾向となっておりまして、12日のお昼の時点では中心付近の最大風速が30メートルに達して暴風域を伴う見通しです。その後13日頃からはやや西寄りに進路を変えまして西北西方向に進んでいくとみられます。現時点でこの13日から14日に進む海域、この領域で台風が発達しやすい傾向、環境が揃っているということで勢力を強めると見ております。14日沖縄に近づくタイミングですね。この時点では中心付近の最大風速が35メートルと強い勢力、そして東シナ海も海面水温が高く台風の勢力を維持することができるため15日になってもまだ勢力は維持すると見ております。そしてこの勢力ですけれども新しい予報でやや強まる方向へと変わってきている状況です。昨日からのコンピューターのシミュレーションの計算結果を少し推移を見ていきたいと思います。こちら14日の夜を示したものですけれども、当初ですね、9日の時点の予測資料ではまだ台風としてあまりまとまりを見せていなかったんですけれども、その次の資料で見ていきますと少し渦がしっかりとしてきて台風としてしっかりとしながら沖縄付近を通過していく予報に変わっていきました。さらに最新のベースで見ていくとこの中心付近の渦の巻き方ですね、かなり強くなってきているということがわかります。また進路としても多少南北のブレというのはありますけれども、この勢力の予測というのが昨日から今日にかけて大きく変化している状況です。台風の予報、進路に比べまして勢力の予報は比較的難しいということで、最新の情報で大きく変化してくる可能性があります。今後の予報でさらに台風の勢力変わってくるということも考えられます。現時点では沖縄本島周辺もしくは奄美地方周辺を強い勢力で通過していく可能性が高いという状況で影響は大きいということが考えられます。これがさらに強まりますと影響自体も強まってきますし、また沖縄以外への影響の拡大というのも懸念されるような状況となりますので、この台風13号進路に加えまして勢力の動向にも注意をするようにしてください。最新の情報はウェザーニュースアプリからご確認いただけます。